原点回避、原点回避、回帰、原点回帰で来シーズンに向けての、いいとこも悪いとこももう一回見直していきたらなと思ってます。入団以来常に試行錯誤を続け成長を見せてきた西川遥輝。しかし今シーズンは期待された役割を全うできず、シーズン終盤では2年ぶりとなるファーム落ちも経験しました。試練の1年を経て挑む秋季キャンプ、テーマは原点回帰。原点はやっぱお母さんのお腹の中かな。この沖縄でお母さんのお腹の中、この海のこういう音だったのかなと考えながら、いいキャンプを過ごしたいなと思います。赤ん坊に戻った気持ちで純粋無垢に野球に向き合うというわけですね。そうもう何事にも好奇心旺盛に、あれやってみよう、これやってみよう、ダメだったら赤ちゃんなんてもすぐやめるじゃないですか。赤ん坊のように純粋にもう一度野球と向き合います。しっかりと振ることを意識して、やりました、ね、いいことはずっと続けて、で違うこと試して、悪かったらまた違うことをやってっていう感じでやっていきます。23歳西川、この秋でもう一段レベルアップした姿に変わろうとしています。チャレンジの秋、チャレンジチェンジだね。チャレンジしてチェンジして、チャレンジしてチェンジして、